今回は、最新ジャンプ本誌にて映画の赤髪、海賊団の詳細が判明した時の読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。さすがオダッチやで、これ最強やろ。声優が豪華すぎる。奇形がいないだけでかっこよく見えるわ。見栄えがいい、言うほど奇形いないか。背が5メートルより小さいくらいで、人としてまともな範疇の体型してたら、奇形じゃないって言っていいんやないか。ハウリングガグとか見たことないんやが、初出しやでこれ。そうなんや。本郷も初出し、今日発売のジャンプに設定画が公開されたんや。後ろの奴らは基本そうやね。わざわざ CV 決めたけど出番あんのか。モンスターって何？猿の名前や、黒ひげなんてワンパンやろこんなん。こいつら10年そこらで体でかくなりすぎやろ。ボンクパンチの能力は何や？パンパンの実。全身でパンチ打てる能力や。すまん、もちもちの実と何が違うんや？もちもちの上位互換や。肩栗をボコボコにしてルフィが怒る。すでにボコボコ定期。四校幹部なんてもうルフィの敵じゃねえしな。ゾロ三人に負ける程度やから今更出てきてもね。そう考えると麦わら海賊団すげえな。四校の仲間入りも必然ですわ。こういうのでいいんだ予感。結局あんな偏僻な場所の魚に腕食われたのってどんな理由なんや。よちよちの身で腕食わされてルフィに恩を売るのが良かった。未来が見えたんやで。こいつら飲み会に乱入して船長に酒ぶっかけてバカにしたすごい山賊がいるらしい。弱そう。大食官とかいう役職いる？一言二言くらいしかセリフないくせに声優に金かけてんのか。ルーの役職なんやねん。書いてあるやろ。食うことや、キッドの左腕食べた化け物やぞ。ロックスター忘れられてなかった。11人ってこれまた麦わらたちと対マンすんの？首太すぎるやろ。なんやねんこれ。本郷とライムスターかっこええな。強そう。船長が魚に腕食われたとか恥ずかしくないんか。肉が肉食ってないやん。モブみたいなやつなのにジョージが声優やるんか。大食官って役職なん？船がクソダサいやろ。なんやあの戦士、ボングパンチの見た目はめっちゃ好き。ロックスターって逸材だったんやな。確かジロヒゲんとこに顔出したよな。まだ、新人の頃、9600万ぐらいだった。で、こいつらはニカに勝てんの？シャンクスでトントンやろ。仮にも4校やし、シャンクスがカイドウに勝てるとは思えんのやけど、覇気が強いんや。カイドウも覇気を極めれば世界を取れるって言ってたやろ。ロジャーも無能力者だったらしいからな。カイドウ、タイマンなら最強。シャンクス、懸賞金アベレージが高い。勝てるかこれ？確かにそれはそうやな。タイマンならカイドウ一強やがニカは、キッドローの手伝いもあったから、体力削れて倒せたし、ニカとシャンクスが同じくらいかもな。ヤソップ強そう。何人か、絶対、極悪人の顔混ざってるんやが、シャンクスなんて、片腕になった、レイリーみたいなもんやろし、ベックマンも、レイリーみたいなもんやろから、レイリーみたいなもんだろ、赤髪海賊団なんて。でも魚に腕食われてたよね。後悔においての退職官って相当厄介やろ。シャンクスで腕なくなる前にミホークと喧嘩するほど強かったんやろ。なんでルフィのパンチ一発の魚に負けたんや。ルフィに倒された時には置いて死ぬ寸前やったんや。猿連れたやつとロックスターは見覚えある。一巻の時と変わってる。なんか違和感ない。首に突っ込まないでくれるか。草軽く調べてみたがこらちゃうんかい。相変わらず体のバランス狂ってるな。シャンクスの首ひどすぎるだろ。首に突っ込みを入れないでもらえるか。ヤソップとか裏懸賞金で130億あるからな。シャンクスは380億。ラッキールーの実力が気になりすぎるわ。わかる、大食感で草。ちゃんと読んでないから知らないけど、ロックスター手元先輩じゃないの？それはロックスや。わえ？顔とか同じじゃない？ロックスの息子やでな。ロックス、ターやから顔も似るわ。何がすごいってシャンクス海賊団は、幹部は悪魔の実なしで海軍大将と互角クラスの強さ。ロックスターって正規メンバーやったんか。白ひげに存在に扱われてた気がするけど、シャンクス本体は弱いし、部下が強いんやろな。白ひげ海賊団、黒ひげ海賊団、赤ひげ海賊団がいてなんで、青ひげ海賊団がいないんや。青ひげとか機械やろ。茶ひげのことも思い出してくれメンズ。ニューカマーランドが、そんな感じだからセーフ。今さら、シャンクスの腕が海王類に食われたとか言ってるやついるのか。伏線に決まってるだろ。オダッチなら俺たちが驚くような回収を見せてくれるから楽しみにしとけ。ロックスターって伝説のロックスと名前かぶっとるけど、伏線か？ロックスターってモブじゃないのかよ。モブでも1億近くあるからやべえってなったのに。こいつらに喧嘩売った山賊さん、海に出てデバシティブ海クラスに慣れてた説。ヤソップ対ウソップとか胸熱すぎんか？ヒグマの部下が引き金引いたら死んでてた事実。正直シャンクスが敵でも味方でも戦ってて盛り上がるとこがイメージできん。相対的にヒグマの格が上がっていくのくさ。結局シャンクスって覇気が強いだけなん。ロックスターってパシリ程度じゃなかったんか。幹部やん。ロックスおるやん。名前のセンスがいいわ。
そろそろウソップ王に強化してくれませんかね。オーガーやヤソップとこのままじゃ戦えんやろ。ウソップは見聞色開花したやろ。もうパワーアップイベントは終わりや。ビッグマムとカイドウ見た後じゃ各落ち感が否めんな。猿のやつって白ひげのとこにそっくりなやついたよな。おーとっとベインベックマン、何もするなって脅したのにやさかにのまがたま撃たれるクソ雑魚。コネだけで4校になり上がった男、シャンクスでかくなりすぎ。今身長いくつなんや。ロックスター新入りなのに精鋭まで上り詰めてるやん。味方に中田ジョージおるやん。裏切るやろ。白ひげのとこに行ったロックスターが一番強いんやろうな。サンジって誰と戦うんや。ラッキールーか。せやで、ケリのフルコース食らわせて最後は痩せるんや。店と客の多くいバトルやんけ。お前ライムジュースだったのか。EGD ダンスじゃないんやな。ゾロとバトルできそうな剣士おらんやん。周りはほぼカッコつけとるだけなのに大将が早々に抜刀しとるの恥ずかしくないか。戦場に着く前に抜いとかないと片手じゃ大変なんじゃね。赤犬止めてすぐ一旦やっしゃあない。初期のままやってくれたら好きになってたかもしれんわ。ちょっと君首太くない。ベックマンってワンチャンシャンクスより強そう。シャンクスの技ってなんかあったっけ。はき、ほぼ謎じゃなかった。戦闘シーンない。声優だけ見ると強そう。中田ジョージとかボスクラスやん。ヤソップってウソップが麦わらの一味によること知っとるんか。ウソップとして賞金首になった段階で知ってそう。ロックスターモブかと思ってたらちゃんと出るのくさ。1話と CV 変えるんかな。それとももともと大御所が声やってたんかな。第1話のモンスターこんな可愛い猿だったのに。ゾロいるじゃん。この頃のモブのガヤガヤの書き方めちゃくちゃ好き。なんでこれ書けなくなったんやろ。この頃はまだ自分でも書いてそうだけど、今はさすがに足が書いてるからじゃないかな。足食わせるためにあんなクソみたいなモブ書かせてんのかな。誰も得しないのに、猿連れてくならルフィも連れて行けばよかったのにな。この後、大事な神の力を宿した身をその辺のガキに食われるんだよね。ウセロ以外の技出てくるかな。割と本気で映画にヒグマ再登場の可能性ある。なんか4校で一番弱そうよなこいつら。キッドも狙うならシャンクスって舐め腐ってたし、規模が一番小さいからやないか。他の4校は範囲が広すぎるから戦いにくいんやろ。まあ船長の単体性能なら一番下なんやろシャンクス。カイドウとカマムとか強い人間ってより人外だし、位置もちょっとあれやし。やっぱロックスター重要キャラやんけ。赤髪は革命軍にいた補助系の能力者集団だと思うわ。それでみんなで相互補助掛け合って平均的に強くなる。ロックスターがスタメンな時点で層が薄いんちゃうか。3番4番ピッチャーだけが強いチームみたいなもんやろ。9400万だから超新星に3番手もしくは指揮部会幹部クラスの実力はあるんだぞ。ヤソップとベックマン被ってない。ラッキールーもベンベックマンもヤソップも射撃系なんやけど被りすぎやろ。そもそもそれに特化したやつ一人、鈴の麦わら一味がおかしいんだし。逆に麦わら海賊団の数が少なすぎや。